きっともっと京都を好きになるラクモ旅にするラクはい皆さんこんばんは。ラクタビ若村です。さあ本日は。 7月の21日木曜日です。午後の7時になりました。さあ本日もほぼほぼ毎日配信しています。楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ。本日もスタートしたいと思います。拍手 <laughs> さあいよいよですね、祇園祭りも後祭りの宵山となります。今日21日は よいよいよい山そして明日二22日はよいよい山そして週末の23日土曜日はよい山ということで今祇園祭後祭りのムードも盛り上がってきました今日の午前中で京都の街中三条通りを中心に後祭りの山鉾が立ち並びまして合わせて11基今年は橋弁慶山 城名山そしてこの辺り縁の行者山大船歩行そして何と言いましても今年196年ぶりに復興するのがこちらの高山ということでもうすでに京都の街中に再び絢爛豪華な動く美術館この山鉾が登場しています今日私ももう午前中午後ともに散策でこのたこ焼き師通り 新町通り室町通りなどを歩きまして多くの山鉾をね皆さんに見ていただきました今日は南観音山から始まって北観音山八幡山そしてこの三条通りの室町通りと新町通りの間辺りにこの高山が立って多くの皆さんが需要品ちまきなどを求めて列をなしていました 大きなにぎわいでしたその後に室町通りを上に上がりまして縁の行者山そこから下がりますと今度は鯉山黒主山があって鯉山があってということでまあいろんなですね山鉾を今日見てきましたもう見るたびにそして紺畜珍のお話を聞くたびにもう気持ちが再び盛り上がってきました まあどうしてもね、先祭りを担当する活拠山でお手伝いをさせていただいていますので、まあ、17日が終わりますとほっと一段落という感じではありましたけれどもまたね、山が、矛が立ってくると気持ちが盛り上がってきましてさあ、いよいよ今日の夜もう6時を過ぎていますので各山鉾には駒形提灯に明かりが灯って多くの皆様が今、そぞろ歩きをしていると思います。 なんとかね雨も大丈夫ですねちょっとね雨の予報が今日京都はあったんですけどもまだ楽旅京町屋のお庭見る限りは雨が降っていませんので皆さん楽しみに今日のよいや、まあ、今日はね3日前だからよいよいよい山ですねを楽しんでいるんじゃないかなと思いますのでぜひ皆さんもね明日明後日後祭りの良い山はね夜見せが出ないので 江戸時代さながら昔の狂情茶あふれる祇園祭りの宵山が再現されていますので先祭りとはまた異なって後祭りの素敵な宵山が楽しめると思いますのでぜひ皆さん再び京都の宵山にお越しをいただきましてねたくさんのご利益を授かって帰っていただけたらいいのかなと思っております。私も明日,明後日 この宵山の山鉾をまた散策をするツアーがあったり、で日曜日はなんと言いましても、お池通りの観覧席で解説をさせていただきますので、まあ、皆さんとまたいろんなところで会うかもしれません、今日もね街中歩いてご案内してますと、テレビ見てますよとかね、YouTube 見てますよとかね、いろいろ声かけていただきました。 また明日あさって皆さんとどこかでお会いすることもあるかと思いますのでねぜひまたお声掛けをいただきましてね皆さんとお会いできるのも楽しみにしたいと思いますさあ今日はですねこの後19時半から楽旅大学校一般講座オンラインで教頭を学ぶというオンライン講座が行われますので今日はもうこのまま凝縮版ということでお届けをしたいと思いますさて少しだけお知らせなんですがそうなんですえーとですね どこに置いたかな、こっちかなあ、もしかしたら忘れてきたかな森さん、はい、私の机の上に楽旅通信とかオンライン講座とか仰、はい、天講座のチラシありますかね、なんかね、全然忘れていきましたね <laughs> 突発的に今、パッとこうオンライン講座をやったのであ森さんの登場です。<laughs> 映りました さあまずですね皆さん以前もフェイスブックで少しお知らせをさせていただきましたが夏の風物詩各お寺さんで朝早くに法話を楽しんだりさまざまな講座が聞けるという京都の夏の風物詩の一つがこの「天講座と言いますあのびっくり行天」の行天ではなくて「暁きの天」と書いて行天講座と言いまして各京都のお寺さんでは「 朝の6時とか6時半ぐらいからお寺が開かれてお坊さんのありがたいお話が聞けたりいろんな各ジャンルの先生方がお寺さんでいろんな講座をやったりするんです。これが京都の夏の風物詩で行天講座というんですが今年は私ですね長岡京にある光明寺さんの方で行天講座を務めさせていただきます。令和4年度行天講座とということで 28、29、30日3日間にわたりましてさまざまな講演講座が行われますがその一番最終日の7月の30日の土曜日に長岡あたりの地名からその地域の歴史をひも解くということで講演をさせていただきます。光明寺の堂堂本堂におおいてて朝5時半からお勤めそして 朝6時から7時まで1時間講座をさせていただきますのでこちら、長岡教師の孔明寺さん事前予約が不要ということなのでもう皆さん、スケジュールに入れておいてくださいよ7月の30日、今週末あ、来週末ですね、来週末の土曜日になりますのでぜひ朝5時半ぐらいに <laughs> 早いです。 ぜひ皆さん、光明寺さん、お越しいただきまして、6時からの講義になりますので、ぜひお越しをいただきたいと思います。昨年は東山七条の真言宗智釈院さんで、仰天講座をさせていただきましたが、今年は浄土宗、私の好きな法然上人ゆかりの光明寺さんでの仰天講座になりますので、ぜひ皆さん、スケジュールしっかりと開けていただきまして、朝早いですけれども、 これがね京都の夏の風物詩ですから朝6時にぜひ光明寺さんで皆さんとお会いしたいと思います7月の30日土曜日朝6時からの仰天講座ぜひお待ちしていますそして先日も少しご案内させていただきましたがそのね仰天講座の日の夜に嵐山で迂回が行われますので皆さん仰天講座から お昼は京都を散策して夕方から夜に浮 k を楽しんでもらっても一日フルコースですフルコースです楽しめますのでぜひこの浮 k の皆さんご参加もお待ちしていますこちらは来週7月の27日水曜日までお申し込み受け付けておりますのでねぜひご参加いただきたいと思いますそしてねその翌日7月の31日はオンライン講座もあるんですよ。 こちらは、ね、初めての宣伝になりますがこの C です地域の魅力を徹底的に討論するというなんとか会議第1弾は東さんを、ね、お迎えして山科会議を開きましたが今回は京都の西の隣亀岡について深掘りをしたいと思います。名付けて亀岡会議とということで 7月の31日の日曜日、夜の7時半になりますが、亀岡をね、こよなく愛する、カッパさんさんさんに来ていただきます。亀岡マイスターと、私と森さんで、亀岡の魅力を、激論を交わしたいと思います。朝まで亀岡会、いやいや朝までは喋りませんけれども、90分ほどですね、亀岡の歴史、あの、亀岡と言いますと、2年前の大河ドラマ、 明智光秀が居城を築きました亀山城の跡があったりまたはね保津川下りも亀岡からたくさんの物資が昔京都に供給されたんですそのような自然豊かな亀岡と京の都のつながりなどもたっぷりとトークしたいと思いますそういえばあまり亀岡の辺り観光で行ってないなという方実はすごい歴史とお寺神社があるんですよ そのあたりをたっぷりとかっぱさんさんさん亀岡マイスターと私と森さんで激論を交わしながら亀岡の楽しみ方またね亀岡グルメも入りますよやっぱりねその地域に行くということはグルメ食べ物も大切ですからかっぱさんさんさんがおすすめする亀岡のグルメはこれというのもねいろいろお伺いしていきたいと思いますのでぜひ7月の31日日曜日 夜の7時30分からオンライン講座亀岡会議皆さんご受講いただきたいと思います後日ゆっくりとご覧いただきます見逃し配信ももちろんついていますのでまあ、そのオンタイムで見れない方もですねぜひお申し込みをいただきまして1週間自由にいつでもどこでもオンラインでアーカイブを見ていただきますのでねぜひお申し込みをいただきたいと思っていますはい とということでもう10分ちょっと過ぎまして15分ぐらいになりますのでさあこの後はですねラクタビ大学校一般講座オンラインで学ぶ京都ということで今日は木曜日、第3週目は私の担当で京都 ×46 都道府県ということで先月に続いて今月も熱いトークを行いたいと思います。今日は京都神奈川県 群馬県、東京都、大阪府というねもうどえらい内容盛りだくさんの都道府県との京都のつながりを話しますもう東京、江戸だけでね一講座できるんじゃないかという内容ですからね今日はもうテンポよくちょっとねお届けしたいと思いますのでさあ楽旅会員の皆様でこの後19時30分から ラクタビ大学校一般講座ご受講の皆様は急ぎズームに切り替えて十九時半からお会いしたいと思いますそれでは本日のライブ配信はここまでとなりますそれでは最後に心にハートに元気をチャージする合言葉で締めくりますさあ皆さん合言葉はきっと もっと、京都を好きになる。この好きになる、とい皆さんも大合唱いただきまして、手にはハートマークを作って、今日も京都からたくさんの元気をお届けします。皆様からも、たくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思います。それでは行きます。きっと、もっと、京都を 好きになるー。ということで、本日は午後の7時からお天気しました。楽旅通信ライブ版今日、ちょっと旅へ。さて、明日は同じく夜の7時からライブ配信をお届けしたいと思います。明日も、宵山の山鉾を見に行ってきますから、最新の祇園祭り情報もお届けしながら、 明日も楽しく京都から皆様にさまざまな話題をお届けしたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。それでは、ポチー